はい、こんにちは、こんばんは、シャリです。カルチョビット、左利き選手縛りやっていきたいと思います。今日の試合は、今までの動画の中で一番大事な一戦、出ますよ、大阪戦です。まあ、ちなみにこの試合勝てば確定で2以上ですね。で、逆に勝たないと優勝の可能性がまあなくなってしまうという状況になっています。得失点差は今のところリマセと4離れているので、まあ得失点差のことも考えながら行きたいけど、もうまずは勝つことを意識しないといけないので、まあ絶対勝ちましょう。はい、まあ本当に勝たせて、ゴールランキングを見ようか。ゴールランキングはこの黒岩と小松がまあ17、16ゴールで、まあ、1位になる。で、あとこの相手リマセとかマクドネル、今年13ゴール取ってるんでマークしておこうか。あのこのノエルも10ゴール取ってるからね、マークしないといけないかなって感じで、あとアシストもちょっと見るか。アシストランキングも、でもアシストする人をマークするした方がいいのかっていう問題が、あ、でもこれマクドネルは絶対マークだね。まあとりあえずマクドネル要注意って形かな。それでは試合に行きましょう。はい、この試合しかも雨だからね、結構怖い。マクドネル、マクドネルいなくね、相手舐めてるよ。あれあれあれ、相手の何だ、なんでいない、ストライカーをね、とりあえずノエルマークしとくか。アリサえぐいな。じゃあアリサマークしとくか。でもこの2選手をマークして、あ、そうそう、郡山がね、キャプテン郡山が怪我しちゃって今いないんで、ここどうするかなんだよね。淡路入れるか。もう淡路入れましょう。じゃあ行きましょう。はい、お願い、頑張って。勝率は 30%。まあまあまあ、アウェーだから、ちょっと低いのはしょうがない。マジこのね、試合負けたらもう今シーズン終わりだからね。勝てば、えいし、あ、じゃあチャレンジロフィー決定。あ、マミズか、大チャンス、来た。よし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 。よっ、早々、そう、なんと、マミズかが1点取ってくれた。いや、このまま守りきれたらさすがにもうこの時間帯だから厳しいんだよね。もう今日悪くない悪くない。いけるぞ。もっと取れる。まさかこんなすぐ取れると思わなかったね。相手なんかマジでナイプしてね、ま、誰だっけ、あの得点ランキング4位ぐらいの人、あいつ入れてこなかったから、めっちゃラッキー。いや、だなんかいないけど大丈夫、危ね、なんか守ってくれた相手のこの熊谷が、ありがとう。クリア、弾けよ、やばくね。ちょっとディフェンスラインがちょっと薄いんだよな、郡山いないから。ちょっとまずいか。いや、でも、いや、ちょっともったいない。このみゆきのパスがちょっと適当すぎたから、フィジカルで負けましたね。完全に。ノエルあんだけマークしとけっつったのに。まあまあ、まだね。開始11分。大丈夫、大丈夫。こうしよう。左右振って。ここか。いやー、もったいない。危なかったね。ティモックだからもうちょっとしちゃつけよ。くぅ、いや、ちょっとマークしとけって言った選手に決められるのはちょっと良くないな、これ。なんでかな、引きま、もったいない。もう速攻で逆転されたんだけど、もったいなすぎでしょこれ。さすがに大丈夫か。とりあえず前半の後ろにつきたいな。こじかわして、これはね、スリップス、引っ張ったファールだよ、川島は。やっくるだろ、絶対に。取れるよ。よく取った。スピードをディフェンスの部分でも活かしても。通って、いや、これきつそうだな。まあ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 。黒岩を前に行きたいんだけど、なんか前行かないんだよ、全然。前で張っててもらいたい。お、取れる。いけるぞ。でも中誰もいないんだよな。打つしかないから、かわして。でも打つしかないな。もう取ってもらえ、取って、ナイスですか。立てば、そっちか。まあ、これから、ここ甘いと思うんですか。いやー、そこ決めてよ。そこ決めないと。取れ。いや、取れないかな。
まあ、前半の自分につきたい。いいパスワークよ。サイド振って、クロス。一応中追いつくか。いやー、きついな。取れる。取って。時間ないからね。終わっちゃう、早く間に合わないと。シュート打って終わろう。いやー、引っ張ってんだろう。もうすぐクロスでいいよ。おい、スライディング。ちょっと危ないよ。危険なプレーだ、今。くそ、まあ、先制点、回想そう取れたけど、逆転されちゃったわ。一応もう、先日はやっぱこれが一番いいな、正直。マークする選手も合ってるとは思うんだけど、つけてないから、なんとも言えない。それはあれでいいよ。今までこいつら結構やってるだろ。あ、大好き大好き。ちゃんとボールを収めて。上がっちゃうか、うち。大丈夫。勝ってきちゃうけど、取って。いや、取れば大チャンスなんだけど、取れるわけじゃないか。ナイス。いや。引っ張ってるって。いや、なんか相手強いんだけど、早く。うわ。くぅ。いや、終わりか、これは。ちょっと選手交代をしなきゃいけないな。いや、なんか切り替えが早い、相手の人。誰いる？ちょっと淡路下げるわ。誰いるか。赤羽に、最後に赤羽に入れるか。中盤ちょっと少ないかな。ちょっと意味わかんないフォーメーションだけど。これでいくわ。勝つしかないんで。4-3-3。攻撃的。ちょっともうライン高めにいくわ。もう勝つにはこれしかないでしょ、多分。相手何が強い？スピードがちょっと、まあ、全体的に高いな。ちょっと中盤の強度が足りてないか。ちょっとミスが多かったな。いい入りできたんだけどな。あ、でもまだ終わりじゃないかね。すぐ取ればあるよ。ファール、ファール。退場、退場。前に。いや、2回だぞ、こいつ。2回連続でそのファールは。退場でしょ。まあ入んないよな、そっからは。そうそう入らない。やばくね。オープン。いや、マジ間違んねえ。あと3点必要だからね。もう無理か。取って、取って、取ってくれ。終わっちゃうよ。これキーパー前まで。あ、前まで飛ばして。あるよ。ナイス、こそ。前に、スルーパス。オッケー。ちょ、中2枚いるよ。オッケーオッケーオッケー。まずまず、1点返した。あと2点。いやー、これさすがにきついか。3失点目いらなかったよ、マジで。いや、終わっちゃう。よく取った。まだある、まだ。縦に、縦に。前に、前に、慣れて、前に。時間ねえんだよ、バカ。バカとは言っちゃった。おい、あらになりますね、ちょっと。退場でしょ。もうね、もう勝ち。いや、もったいないよ、そのフリーキックも。あ、もう勝ち。決められて終わるか。いや、大好き。早くもう1点取れ、取ろうぜ。終わっちゃうわ。くっそー。はい、優勝の可能性が途絶えました。もうまあ、頑張ったけど、ちょっと取りこぼしがあったかんな、途中で。ここはもったいなかったかなって感じかな。ちょ、まだね、あ、じゃあチャレンジトロフィー出場は決めてないので、まあ、そこのところも、うん、頑張っていかないといけないわ。
リマステ最後つくばとでしょ。いやまだ全然あったのに勝てば、非常にもったいない試合でしたね。ああ、もうちょっと無理だ。はい、郡山ゲアから復帰しましたけど、はい、もう終わりですね。残念だわ。まあ一応次の試合ね、あのアジアチャレンジトロフィーの、あの出場権がかかっているので、まあ頑張っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。